い、出発です。3分ぐらいで着きます。はい、すいません、ちょっとぼやっとしか多分映らないと思いますけど、これが夜の尾道です。どこまで好きやねんとか言われそうですけど、はい、もうすごく大好きです。向こうの方にあれ新尾道大橋になるのかな、あれしまなみ海道のやつだと思うんですけど、その前に今、あれはフェリーですね、乗用車とかを運ぶやつが小さく映ってます。めっちゃ賑やかな、多分ね、明日行くかもわかんないですけど、呉はね昼間見た時にすごい街並みが神戸に近いなっていう感じしたんですよね、うん、まあ呉の場合は軍港の街ですけど、東尾道行く間国道2号線になるのかなのところで、海側でね造船場が何か所もありました、はい、結構夜の海もいいですね。潮見えるかな、ちょっと映らんかさすがに。よかったです、そればっかりですけど、多分明日も私もね乗ったらこうやって撮ってるんでしょうね、喜んで子供みたいに、うん、今回は本当に写真はほとんど撮ってないですね、ほとんどスマホで動画撮ってます。あんだけスマホ嫌がってたの、去年スマホを初めて買ってから今使い倒してます。中の様子こんな感じです。ここからも入り江に入っていきます。やってて、そこの工事の現場監督で仕事行ったことあるんですよ。確かね大阪じゃなしに尼崎やったと思うんですけどね、なんかボイラー関係のね保温板金で、はい、もう真っ暗ですね。私の段階では直でパソコンを落とすのが大変なんで、LINE を使って落としてるんですよ、うん、だからその関係で動画はできるだけ5分以内に収めないと LINE で、送信して保存が、うん、できないんで、これで止めます。ではでは。